どうも、矯正歯科医の沖です。今回は3番目の歯が外側に入っている八重歯双生の矯正の治療例について簡単に解説します。治療期間は3年ほどかかりました。3番目の歯が歯の字の方向に生えており、この歯の軸を直すのに時間が少しかかりました。では一緒に見ていきましょう。まず正面からの写真です。右側の3番目の歯がまだ生えてない状態なので、少し様子を見ました。少し頭が出てきましたので治療を開始することにしました。奥歯から3番目の歯をゴムで軽く引っ張り始めています。前から4番目の小臼歯という歯を抜いて、その場所に3番目の歯を持っていっています。3番目の歯が少しずつ下に降りてきました。ある程度3番目の歯がいい位置まで来たら、奥歯から奥歯までワイヤーを通して細かな隙間を閉じています。隙間が閉じたら治療が終了です。次に横から見た変化について一緒に見ていきましょう。3番目の歯が生えていないので入るまで様子を見て、入ってきてから装置をつけて治療を開始し、3番目と奥歯を引っ張り始めて、途中で4番目の歯を抜きました。そして抜いた場所に向かって3番目の歯を引っ張っています。だんだんと3番目の歯が移動してきました。ある程度3番目の歯が降りてきたら、ワイヤーを奥から奥までつなげて細かな隙間を閉じています。隙間が閉じたら治療が終わりです。次に上顎の歯列からの変化を一緒に見ていきましょう。3番目の歯が生えてからこのような装置をつけています。これは奥歯から3番目の歯を引っ張るだけじゃなく、この丸い輪っかからも3番目の歯が引っ張れるようにしています。で、3番目の歯をそれぞれ引っ張っています。3番目の歯の向きを直すためにも内側からも引っ張ったりしています。ある程度3番目の歯を引っ張って、この輪っかが必要なくなったら途中でカットします。そして3番目の歯がいい位置まで来たら、奥歯までワイヤーを通してこの内側の装置は外しました。あとは隙間を閉じていくだけです。隙間が閉じ切りました。そして治療が終了となりました。最後に口元の変化です。矯正治療前は E ラインに対して口元の突出感や前歯の凸凹が正面から見て分かりましたが、矯正治療で歯を抜いて前歯が内側に入ることで唇の位置が大きく改善されました。そして正面から見た時の笑顔も素敵になりました。以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。